今回はグラデーションカラーとバレイヤージュをやっていきたいと思います。カットは量が多かったのでテイクセニングという僕の技術の中でも結構よく使う技術を使って、カットしてます。まずはトップのウィービングのバックコームですね、を入れていきます。ホイールで、2枚のホイールで包んでいきます。分け取ったらバックコーンも入れてラバークリップで留めていきます。ホイールを2枚重ねる理由としては1回のブリーチで終わらないので、もう1回ブリーチするときに2枚のが使いやすいんで、再塗布するときに使いやすいんで2枚使ってます。毛先のグラデーションはウィービングを取らずに、バックコームのみでやってます。なんでかなりスライスの厚さは取れるので、有効です。ラバークリップで留めるとブリーチがそれ以上いかないので結構有効です。高さをしっかり左右合わせたらブリーチを塗布していくような感じですね。伸びてきた時に毛先がパツッとこうラインが出たようなグラデーションカラー多いと思うんですが、これはラインが出ないので自然に、つながります。サイドも同じ高さでバックコームを入れて、サイドはもう1段だけですね。なんですごい簡単です。こちらはセカンドブリーチ、追いブリーチですね。はい、2枚ブリーチをホイールで包んだので1枚取って、もう1回、抜けが悪いところを乗せていきます。はい、こういう時に1枚でやるよりも2枚でやった方がやりやすいですね。で、毛先がブリーチの部分残ってたんで少し薬剤をハケで取って、調節をしますね。根元側はブリーチ2回目の時はブリーチが漏れて根元ついちゃうと大変なので、このようにコットンでカバーリングするといいです。これはモモンガトリートメントっていうので、国産ハーブを使ったトリートメントなんですけれども、国産ハーブだけじゃなくていろいろコラーゲンとかいろいろ栄養分が入ってます。それを使った後に今度はケラチンですね。ケラチンをつけて、タオルを使いながらチェンジリンスをしていきます。これはオニアンマジェルソルトといって、残留アルカリを取るものですね。あとはキトサンなど入ってて、髪を補修してます。タオルドライをしっかりしましたら、ここでもオンカラーしちゃいます。今回はブルーグレージュのカラー剤ですね。これ一発塗布してますね。はい、根元から毛先までシャンプー台でつけると早いので、で、根元の方がしっかり濡れてませんので、ここで根元を塗っていきます。そうすると時間効率も早いんで、そんなに時間かかんなくできちゃうんですね。このようなメニューだったらこのように色が入ってきました。はい、これはヘアリーシザーのダイバルタンという特殊加工のシザーを使いながら、ブリーチによるダメージだったりとか枝毛をカットしていきます。これはね、ちょっと特殊な加工のハサミになってますね。はい、こちら仕上がりになります。このような感じのブルーグレージュになりました。伸びても綺麗につながります。